にちは。今日はですね、定期的に開催されるこのシリーズ、国劇からをやりたいと思います。今回は第5弾かな。私が食べたのは5個も食べてないんですけど、国劇から麻婆になります。お湯を入れてきました。今日はですね、なるべく一気に食べようと思います。なんか前回と前々回と前々回で学んだんですけど、やっぱりなんか休憩中が一番辛さがこうみなぎってくるので、休憩をそもそもしなければ多分そんな辛くないんじゃないかと思って、あとまあ麻婆豆腐という味ですし、なのでね、ちょっと今日はできれば3口ぐらいで食べ終わりたいと思います。できるかは分かりません。ソース入れない状態でこんな感じです。ちらほら豆腐が入ってるかな。今日はヨーグルトとかを準備してなくて、牛乳だけとりあえず準備しました。で、あとは食べ終わってからコーヒーとピノを用意しております。楽しみに。あ、開かない。あ、麻婆の匂いがする。こんな感じで混ぜていきます。なんかこれ今だとほんと麻婆、永谷園の麻婆みたいな味、匂いします。しびれの感じはあんまりしないですね。辛そうですか？食べますか？いきますよ。あー、やばい、暑いな。絶対もうこれで暑いですもん。結構よし、じゃあいきます。いただきます。やばい、なんかやばい、もう二口終わっちゃった。これをあと一口。汗がやばい。やばい、めっちゃ汗だくです。あんまりちょっと分かんないですかね。やばい。でもちょっと3口は無理だったんですけど、あと食事で食べ終われるかな。よし、いきます。
復活してきました。はあ、確かに、なんか今回はネットでピノがいいっていうのとホットコーヒーがいいっていうのを聞いたので、ちょっと試してみているんですが、ホットコーヒーはなんか中に入っている成分が辛さの成分をやっつけるらしいです。ピノはなんかすごいいいって、バニラアイスがとりあえずめっちゃ効くんですけど、それにチョコも入ってるからなんかさらに効くんですかね。うん、ピノもなかなかいいです。はあ、これなんか欲しいっていうよりお花に見えるね。お花なのかな今日は。麻婆豆腐激辛の味としては、まあ確かに匂いはそんな感じがしたんですけど、正直途中から辛すぎてなんかもう味とかなかったです。あとは3口チャレンジですが、ちょっとそんなに口に入らないのでちょっと難しかったですね。すごい甘く見て、甘く見積もって7口ぐらいで食べれたんじゃないかなと思います。辛い、辛さレベルもまあニンニクとかカレーとか激辛に比べてそんなに変わらないぐらい辛かったと思います。あ、でもなんか私の気持ち的になんか今回が一番なんかみずみずしかったような気がします。みずみずしかった、なんかこう、うん、みずみずしかったですということで、今回も定期的に来る激辛欲をこのペヤングさんの極激辛シリーズで満たしてみた動画になりました。辛いのが得意な人も苦手な人もコンビニで見かけたらちょっと食べてみてくださいなんかこう新しい気持ちになれると思います。ということで、じゃあねー。